ごきげんよう。私も久野浜でインタビューした方も久野浜なんですけど、こう話してる時にたまに会ってるっていうか、こう朝行く時にこう会釈するっていうか、こうあおはようございますっていう時会ってたんですよね。その時に朝で、あの人なんだとか言ってあ、こうやってこう線でこうつながってるんだなっていうのをなんか感じて、そういうのつながりってなんかいいなと思って、こう自分がこういう話題を話したいとか伝えたいっていう時に、あ、こういう身振りになるんだとか、こういう話し方になるんだとか、あ、今すごい目が輝いてるなとか、楽しかったことなんだなっていうのがこう直にこう伝わってきて、それがなんか今後のこうまた違う役をやるときにこう得るものがあったかなって思います。これはごきげんよう。そうですね、どなたも私なんかそういう話すような内容は何にもないですっておっしゃるんですね。でもお話聞いていくうちにどんどん自分から気づいていくみたいで、こういうことは話しておきたいなっていう感じでこう喋ってくださるのがなんかこちらも引きつけられるっていうか、それがやってて面白いって言葉は変かわかんないけど魅力的だなってこう感じますよね。人生で一番楽しかったことは何ですかっていうこととか、そういうところをよく聞くっていうふうに永山さんの方でも指導してくださってるので、でそういう中に自分がこう心を向けるっていうところまで普通いかないで、やっぱり私もそうですけど生活してるなって思うんですね。でもあっと気がついた時に、あ、それが私の好きなことだったんだなとか、楽しみだったんだなとか、生きがいだったんだなとかってなんかこう感じていくっていうんでしょうかね、なんかそういう風なのをこう見てると思います。あ、こういうこと気づいてくださったんだなというふうにも思ったりもしますよね。ごきげんよう。でまたその人の人生のその隠された素晴らしいものを掘り起こすっていうこのなんていうか、こういうやり方もすごく私は好き、嫌いじゃないで大好きです、はい。普通のお芝居とかって架空の人物を演じたりするわけじゃないですか、はい。今回実際の人物を演じるということについて、はい、どんな感じでしょうか。そうですね、たまたま伺ったら私のちょっと知っていた方だったんです、奥さんがね。それでちょっと緊張しちゃったところはあるんですけど、でもなんか受けていただいた以上はちゃんとこう伝えたいなっていう気持ちが強くあるので、なんかその仕草だったり声のトーンだったり、こうそういうのをなんか思い出しながらやっているとこなんですけど。ごきげんよう。この前前回の公演の時すごく感じたのは、その人のこうセリフがこうなんていうんですか、実際こう生きてる方から喋られたものなので、セリフとしてやるよりは本当その人がどうしてそういう言葉を発したのかっていうのをこう考えながらやると、なんとなく腑に落ちるとかそういうことが分かって、今回もなんかそんな感じで僕としてはすごくある意味芝居よりはこう納得しやすくこううまく話してるかなとは思います。その人の代わりにその言葉をこう発するというか、僕なりに解釈したものを出していくっていうか、そんなところが面白いですね。ごきげんよう。相手の普段語られない人生をいろんな人に伝えるっていうのが大きいのかな。その世界にあるいろんな人の人生のその一つにスポットライトを当てて、それをみんなに知ってもらうっていうのが面白さだと思います。芝居というもの自体が舞台の上で人生を演じるものなので、はい、その他の人の人生を自分の中に取り入れて演じるということは、まあ、お芝居するにしても自分の中の一つ の引き出しの、いろんな引き出しを多くすることにもなるし、はい、とても勉強になります。やっぱりその人が生きてきた人生を切り取るわけですから、そこに間違いとかあっちゃうと
やっぱその人の人生自体がこうちょっとそうじゃなかったのにっていう、やっぱり見てる方も思うし、はい、周りの人も思っちゃうので、やはりその割とまあ、ある程度少しはやっぱり脚本なので、はい、ちょっと多少はいろいろあります。書き質とかちょっ と外したりとかありますけど、やはりその人の人生の大元はやはり忠実に再現していければと思ってます。いやもう、いや責任感が違うっていうか、やっぱその人はその人の人生をこう本当に歩んできたので、ノンフィクションなので、そこの人生をやるっていうのは、まあ、間違いは絶対あるべきではないし、責任ですね、本当重いですね、この責任感は。で、一個その責任感っていうものがなくなると、このお芝居は多分もうただ軽いものになってくるんで、そこはもうしっかりとこうその日見たインタビューした人のこう思いを一緒に背負って、私はもう久野浜の地元民なので、久野浜の気持ちとかこれから復興にしていくっていう力を込めて、こう精一杯やらなきゃなっていうのはあります。普通の人の普通の人生っていうかな、まあでも多分皆さん自分の人生ってそんな大したことないんですよって皆さんおっしゃると思うんですけど、でも今回というか、まあこの企画としては、まあそういう人たちにお話を伺いに行って、まあ子どもの時の遊びとか、あとはまあいつも聞くのは、まあ嬉しかった出来事みたいなことを聞いていくと、やっぱりその人たちがどんな人に出会ってきたのかとか、その人たちのやっぱり人生の物語っていうようなものに、まあ自分自身で出会うきっかけみたいなことになると思うんですよね。で、まあそれをまあ私たちも聞かせていただきながら、まあ何気ない日常をただ過ごしているだけのように見える、まあ私たち自身でもあるし、周りにいる人たちもそうかもしれないけど、でも振り返ってみると、その人たち一人一人にしっかり物語があって、ドラマがあってっていうようなことを、まあお互いにこう見つけ合っていくっていうような、まあそういう企画なのかなと思います。やっぱり嘘じゃないので、嘘はできないっていうか、架空の人物ではないから、やっぱりその本当に生きてきた人たちがいるし、まあ客席に座ってそれを見ているかもしれないので、そういうある種のなんていうかな、厳しさの中で演じるっていう、だから俳優にとってすごく、まあいいトレーニングでもあると思いますし、やっぱりね、俳優ってどうしてもこう嘘を演じてしまいがちになるんだけれども、まあ、私はその他の芝居の時も言うんだけど、まあ、舞台上に嘘を持ち込まないっていう、本当にそこに生きているっていう、そのありさまを見せるっていうことで言うと、やっぱりこの舞台に立つっていうこと、俳優さんたちはすごく大変だなと思って。よろしくお願いします。